はい、どうもマーでーす。今回もですね、格闘技好きのおっさんが自分が気になるカードについて語っていくという動画になります。で、今回はですね、タイトルにもある通り、ボクシングをあまり見ないよ、知らないよっていう方にもぜひぜひ見ていただきたいっていうボクシングのカードがありますので、そちらについてお話をしていきたいと思います。11月1日埼玉スーパーアリーナでボクシングライトフライ級統一戦、対戦するのは WBC 王者寺地健志郎選手 VS WBA 王者京口博人選手の試合になります。こちらはやって決まったっていうカードなんですよね。ボクシング好きな方だったら結構誰もが望んでいたカードかなって思います。で、日本人同士のすごいハイレベルな対決になるので、もちろんね、海外のボクシングとか見たらね、やっぱすごい選手もいっぱいいるんですけど、その中でもこのライトフライ級の中では本当にトップオブトップの2人がぶつかるっていうことで、両方とも世界チャンピオンなんで、そしてボクシングの魅力がめちゃくちゃ伝わるっていうカードになると僕は思っているんで、これはですね、ボクシングあまり見ない方にも見てほしいんで、こういった動画を今撮ってるんですけど、どういう人なのっていうのもね、知らない人もいると思いますので、それについてちょっとまずは語らせていただきたいと思います。で、まずは寺地健志郎選手なんですけど、身長は 164.1cm、 リーチは162.2cm っていうのでね、年齢の方は現在30戦ですね。で、戦績がですね、20戦19勝、KO 勝ちが11、ね、負けが1ってなってるんですけど、そういった戦績の方ですね。結構ベビーフェイスでね、ベビーフェイスなんですけど、ファイトスタイルは本当に顔のベビーフェイスとは全然違って、もうガンガンアグレッシブに戦うっていうスタイルの選手でございます。で、対する、京口博人選手なんですけど、身長は162センチ、リーチは162センチっていう形ですね。で、プロの戦績が16戦16勝、KO が11、無敗。未だ負けてないんですよね。っていうボクサーでございます。YouTube チャンネルなんかもやってるんでね、僕は、京口博人選手の大ファンなんで、ちょっと京口博人びいきではあるんですけれど、この二人が対戦するっていうので、で、日本人でね、このハイレベルな二人、現在、現役の中では、本当に、井上尚弥選手とかもいらっしゃるんですけど、このライトフライ級の中では、本当に最高峰、世界的でも本当に有名な選手でもあるっていうので、その二人が日本で日本人同士の対決をするっていうのが、日本人としてはすごい燃えるという感じのカードになっているので、僕の中ではすごい見たかったカードではありますね。で、これはですね、どっちが強いのっていうのはね、再三もうみんないろいろ言われてきたんですよね。でも試合が実現しなかったので、どっちが強いのっていうのがやっとわかるっていうので、すごくボクシングファンの方からも楽しみなカードではあるんですけど、日本人同士でのやっぱりハイレベルなカードとなると素晴らしいボクシングが見れるんで、やっぱなんか海外の選手だからこれができるとかって、ちょっと、どんなスポーツもそうなんですけど、思いがちじゃないですか。でも、ボクシングに関して言わせてもらうなら、それは全然日本人でもできるよっていうので、階級とかもあるんで、身長とかも一緒の状態でやるんでね。だから海外の選手だからそれができるんだよっていうことはなくて、これは日本人でもできるんだよっていうスポーツかなと僕は思ってるんで、ボクシングって結構軽量級とかはね、日本人すごく強いんですよ。練習環境とか、治安の良さとかもあるのかもしれないですけど、基本的に日本のボクシングジムとかって、世界のボクシングジムとかに比べて、やっぱり環境が整ってるんですね。スポーツに専念できるっていう環境があるんで、だからやっぱり強い選手が生まれて当たり前かなって僕は思ってて、で、この寺地健志郎選手と京口博人選手はアマ時代からのライバルでもある。二人ともアマチュアボクシング出身なので、綺麗なボクシングスタイルなんですよね。で、アマチュアの時は寺地選手が3勝して1敗っていう形で勝ち越してはいるんですよね。で、それが時を経てプロの世界で揉まれてきて、お互いチャンピオンになった状態でぶつかるっていう、まさに漫画みたいな展開なんですけど、
まあでもね、寺地選手がね、勝ち越しちゃうんで、まあ癖とかそういったのを読んでたのか、学生時代だから何とも言えないんですけど、まあそういったところで、あくまでちょっと寺地選手は余裕がちょっとあるのかなとは思うんですけど、ここのところ京口博人選手がやっぱりすごくいい試合をして勝ち上がってきてて、で、京口選手は今でも負けてないんで、すごくその負けてないというのはノリに乗ってる。で、自分よりもまあ2歳ですけど若いんですよね。そういった選手とぶつかるプロの世界でチャンピオン同士で。ということで、まあ、ペレズ選手もアマチュアの時ほど余裕はないだろうなと思ってると思いますね。まあコメントなんかではね、すべてにおいてペラチ選手の方が自分は勝っているから負けることはないなんていうことを言っているみたいなんですけど、実際でもね、ちょっとわからないですよね。で、ファイトスタイル的にはペラチ選手はオールマイティというか、まあ二人とも全部できるんですよね。アウトボクシングってこう離れて戦う戦い方も、中間距離って言って、ストレートっていうのが届く戦い方も、インファイトっていう近くでこうくっついて戦うっていう戦い方も全部できる。これ二人とも全部できるんですよね。世界チャンピオンになれる人って基本的にこれしかできないっていう人ってほぼいないんで、そんな状態だったら世界は取れないっていうのがあるんですよね。なので、すべてにおいてハイレベル。で、引き出しももちろんお互いいっぱいあるっていう状態ではあります。なんですけど、まあ得意な分野っていうのはやっぱりあるんで、で、まあ僕が試合とか見てたり、ペラズ選手のね、試合後のコメントなんかも見たりとかもしてるんですけど、そうするとペラズ選手の方は、やっぱり、中間距離で戦うのを得意としてる選手ではあるかなと思いますね。もちろん中間距離っていうストレートとかが届くところで当てて、で、あとは離れて、また当ててっていうのもできるっていうので、あんまりインファイトはしないんですけど、この間矢吹っていう選手とやった時はインファイトで打ち勝ってるっていうのがあるので、インファイトもできるんですよね。だからインファイトの打ち合いも強い。でも、やっぱり得意なのは僕が見た限りと、あと、ま、本人のコメントとかも見ると、やっぱり中間距離とそのアウトって言って、ちょっと離れたところで戦うっていうのは得意とはしてるんだろうなっていうのがあると思うんですよね。で、対する京口博人選手っていうのは、まあ、基本的に全部できるんですけど、どちらかっていうと、結構インファイトでパワーで押していく。まあ、連打とかも多いんで、まあ、そういったところでね、パワーと手数で勝ち上がっていくっていうので、動きがすごい多彩でね、コンビネーションとかもすごいめちゃくちゃ速いんですよ。なので、その速いのをこう打って、まあ、KO を狙っていくっていうスタイルの選手なんですね。結構スタイル的には、京口選手は好戦的なスタイルで、まあ、ボディとか、アッパー特にですね、結構僕の中ではすごいアッパーが綺麗だなって思ってて、京口選手のアッパーはすごく本当に世界最高峰のアッパーだなと僕は思ってます。まあこの二人ともね、両方とも KO 率がものすごい高いっていうのがあるんで、まあでも二人が対戦した時に、こっからはちょっと予想になるんですけど、どういった展開になるのかなっていうのを考えると、まあ僕の個人的な展開予想では、京口選手はもちろん多分インファイトをしたいと思うんですよ。中に入って自分がやっぱインファイトが武器なんで、自分の武器で戦いたいと思うんで、そのペースに持っていきたい。でも寺地選手はちょっと離れたところ、ジャブストレートが届くところで戦いたいから、やっぱり入ってこさせないようにジャブをうまく打って、ちょっと離れて足使ってっていう展開で、まあ中央で殴り合うっていうことはなくて、こうコーナーに追い込みたい京口選手でも、それをさせない寺地選手っていう感じで回っていってっていう感じになるんですけど、まあボクシングって絶対に打ち合わないといけないんで、どこかのタイミングで打ち合う瞬間が来るんですよね。で、そこのタイミングで打ち勝てた方がペースを持っていく。まあこれ当たり前なんですけど、でも多分なんですけど、京口選手がこう入ってこさせないようにしてる寺地選手の中を、攻撃をかいくぐって入ったタイミングで一発でも当てれるか当てれないかっていうところなんですよね。まあ一発って思うかもしれないんですけど、ボクシングあまり見ない方だと。
でもその一発当てれるか当てれないかがすごく重要なのがボクシングの本当に世界レベルの最高峰のところでは大きいんですよね。っていうのがボクシングっていうのは基本的に僕の中の考えでは打たれずに打つっていうのが、まあ、鉄則だと思ってるんで、世界で活躍してる選手っていうのは基本的にディフェンスがめちゃくちゃうまいです。全然当たらない、パンチが当たらないから強いんですね。なのでこの二人も両方とも、まあ、打たれ強さもあるんですけど、それ以上にディフェンスが二人ともうまいんですね。だから変な話、打ち合ってるように見えても、まあボクシングってめちゃくちゃ速いんで、あの当たってるのか当たってないのかよく分かんなかったりするんですよね、テレビとか見てたりすると。なんですけど、多分ほとんどクリーヒットお互いにもらわないんじゃないかなっていうぐらい、あのお互いにディフェンスがうまいっていうのがあるんで、一発当てた方がペースを握るかなっていうのがあって、でこのボクシングっていうのはラウンド数がキックボクシングとかに比べて長いんですよね。長いからこそ、まあその分チャンスもあるし、もちろん長いからこそピンチになるっていうこともあるっていうので、すごいタフなスポーツなので、僕の中ではそうですね、中盤あたりに京口選手がインファイトを仕掛けたタイミングで寺地選手からクリーンヒットを奪うことができるかできないかで勝敗が全部決まるんじゃないかなって思いますね。でおそらくなんですけど、僕の予想 KO 決着はないですね。もう2人ともめちゃくちゃうまいんで当たらないから、ほぼほぼ判定までいくと思います。でもちろんスタミナもあるんで、なので、最終ラウンドまですごいハイレベルな、お互いなんで当たんないのっていうような攻防が見れるっていうので、それが僕の中ではボクシングの素晴らしいところだと思ってるんですよね。すごい速いパンチを出しても全然当たらないで、お互いにいろんな攻撃を仕掛けるコンビネーションだったり、間合いを取ってみたりだとか、すごいいろんなことをするんですけど全然お互い当たらない、でお互いに自分が得意な距離で戦いたいっていうのを探りながら、こう足を使ってフェイントかけたりして、自分の得意分野とする位置を取るか取らないかっていうところまで頑張って持っていくっていうのをずっと見れると思うんで、まあめちゃくちゃボクシングファンからしたら楽しいし、ボクシング知らない人からしても、二人ともアマチュア出身っていうのも先ほども言ったんですけど、なのですごい綺麗なんですね、動きが。正直なんかプロだけでやってきた方って、まあ海外とかの選手なんですけど、振り回してっていうのであんまり綺麗じゃないボクシングスタイルっていう方もいらっしゃるんで、まあ、見てて、あ、すごい綺麗だなって思うボクシングを見ることができるんで、なのでしかもそれが日本人同士だっていうのがあって、で僕も日本人なんで、ぜひ日本人の方々でボクシング見たことないよっていう方にも、この二人の対戦をぜひ見ていただきたいんですよね。本当にこれが世界レベルの素晴らしい日本人ファイターの同士の戦いであるっていうものが見れるんで、これはぜひぜひ皆さん見ていただきたいと思います。でまあさっきね、展開予想みたいなのをしたんですけど、まあ一発中盤か終盤かわからないですけど、京口選手のパンチが当たるか当たらないかっていうところが鍵になってくるのかなって思うんですけど、まあ寺地選手もね、やっぱり KO 率が低いわけじゃないんで、で回転がめちゃくちゃ速いんで、回転っていうのはもうパンパンパンっていう連打ですね。手数は京口選手の方が多いんですけど、スピードはそう変わらないですけど、速さっていうかパン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 ってコンビネーションをつなぐっていう速さは寺地選手の方が速っぱ、僕は速いんじゃないかと思ってるんですよね。なのでそれでこう押されちゃってなかなか中に入れないっていう展開があると思うんで、そこで入った時に京口選手がチャンスをつかめるかつかめないか、これがもう本当勝敗の鍵を握ってるっていう風に思ってるんで、そこをですね、やっぱり見どころかなと思ってて、その一瞬を見逃さないようにぜひ最初から最後まで見ていただきたいなって思います。で、まあちょっとここまで話をしたんですけど、勝敗予想的には、僕京口博人選手めちゃくちゃ好きなんですけど、若干不利な部分もあるのかなって思うんですけど、判定でまあ割れはすると思うんですけど、2対1ぐらいで京口選手が判定勝ちをするっていう風に
京口選手 B 期ではあるんで、ちょっと京口選手よりの、まあ、勝敗予想になりますね。というか、まあ、期待を込めてっていうのがあります。僕は、寺地選手のことももちろん好きなんですけど、やっぱり京口選手のことが好きなんで、自分のチャンネルでも京口選手の動画とかっていうのをちょっと切り抜きとかね、すごくファンに優しい方なんですよ。YouTube もやってらっしゃいますし、で、ご本人さんの中からも許可いただいて動画とかも使わせていただいてますし、まあ、ずっと僕は京口選手の試合も全部見てるんで、で、寺地選手の試合も見てるんですけど、まあ、やっぱり京口選手の方が好きなんで勝ってほしいなっていう思いを込めて2対1の判定で京口選手勝利になってほしいという予想を立てますこれは皆さんはどうですかね。ボクシング知らない方は予想はねちょっとできないかもしれないですけど、ボクシング知らない方も本当にハイレベルな攻防でこんなに綺麗なボクシングっていうのを見ること多分できないと思うんで、ぜひぜひ見てボクシングを好きになっていただけたらありがたいなと思って見てほしいです。でボクシングファンの方はねぜひコメントとかねいろいろちょっとどっちが勝敗的にどうなんだっていうのをねもしいただけたらすごいありがたいです。じゃあ11月1日なんですけど、みんなで楽しみに待ちましょう。僕はもう絶対試合はもう正座で待ってみるかなって思いますんでよかったら一緒にこの試合楽しんでいきましょう。じゃあまたこういった動画上げていきたいと思います。バイバイ。